結構大阪住んでしばらく経つんですけど、大阪の人って意外とね、三重県のこと近いのに知らない人多いんですよね。あ、そうそう、三重のこと意外と知らないよね。そうなんですよ。結構近い。だって例えば車とかでも2時間で行くんでしょ。そうそうそう、電車でもね2時間ぐらいで行けますし、徒歩やったらもう3日ぐらいあったら十分ですよね。いやいや、まあ徒歩で3日は近いけど、今時徒歩で三重までは行かないと思うけどね。私たまに徒歩でお伊勢参り行きますよ。いつの時代やねん、徒歩でお伊勢参りって。だって財布にも優しいですよ。あ、まあ確かにそういうの。俺も今度行ってみようかな。運動にもなりますしね。確かにね。なるほどね。でも三重県ってね、結構ね地形にも特徴があるとよう言われるんですけど、知ってます？ね、もちろんカタカナの目の形っていうこと、よくなんか縦に長いってよく言われるんですよね。言われますね。亜美ちゃんのイメージって長いってどれぐらいイメージ？まあ私的にはこれぐらいっていう感じですかね。ああ、結構長いな。誰がもう長いの？あ、すいません、結構長い。くるくるの丸や。あ、結構長いかなと思ってね。いや本当にでも三重県の特徴ということで、これから三重県、まあ私たちが三重の魅力を皆さんにお伝え、そう、三重県のことをいっぱい知ってもらいたいと思います。で、福助で今回発表、まあこうやって動画を出してますけども、尺は2時間もらえるんですよね。やっぱり90秒なんです。え、やっぱり90秒。今回もずっと90秒。いや、次また交渉しよう。じゃあ次回は2時間枠で。